皆さんこんにちは。素晴らしいモービーへようこそ。そして私のところへようこそ。とても可愛いヘッドバンドの説明へようこそ。今日はその全体を非常に簡単に見せます。固定ステッチで非常にコンパクトにリフトされます。本当に素敵でカラフルなウールで、ゴムボールを使って比較的早く作られます。大きなカギモ並みの芯とどのように行うか、そしてもちろん私が使用したものはここで非常に柔らかに見えます。それを今すぐに見せます。とてもとても楽しんでね。 TD ネオンパーティーの編み物からまた 100g のウールがありました。 46m の走行距離、本当に短い。そしてここで3ユーロのためにそれを持っています。5から8号の芯、実際にはより大きなバージョンである8号を選びます。 100% ポリアクリルです。そして全体、いや中に私たちはそう思いますね。名前が示すように私はそれからヘッドバンドを作るつもりです。それにはテープメジャーが非常に便利です。ただ頭の周囲を一度測定します。実際にはここにも直接弦を測定できるものがあります。それはここで固定されます。最初の6センチメートルがここにありません。それをこのように使用するときは常に注意が必要です。便利で大きく引き伸ばすこともできます。そうすればそれをここでボタンをしっかりと引き締めてください。それはちょうどあなたがそれを頭に使用する必要があるときに必要なサイズになります。とても可愛いです。これはおおよそ頭の周りの約54cmを編みます。ヘッドバンドでは全体を1周 2cm 小さくするのが一般的です。それからそれはとてもしっかりしています。頭と、そしてそれはただ刈り落ちません。それで私たちは何をしますか。私はまず始めます。チェーンはそのままにしておけます。まずできるだけ中心を取ってみます。見てみましょう。母見つけた。そしてそれは中心ではなく外側の目です。今回は運が悪かったですね。見てみましょう。見つけることができれば、それ以外の場合は引っ掛け物を買ってノブを作り、それからそれを編む。そうか。今回はアーセンで編み物をします。もちろん他の方法でそれを望むならそれも機能します。そしてエアーチェーンと一緒に始められます。私はおそらく5、6のエアウォッシュで十分だと思います。いきいみにさ、またね。やーしゅくだからすぐにとても広いものが見えます。これは頭部に位置する高さです。私は今1、2、3、4、5、5を選びました。私は足のためにもう一つ追加します。立つの空気のチェーンを嗅ぎましばみし、それから前の空気のチェーンに戻ります。そしてそこにしっかりとしたステッチを枯れ編み込む、つまり目を一度通します。その後もう一度目を取って引き抜きます。それから再び目を取って引っ張る。どうですか。そして私はそれを一度固定ステッチで戻します。始まり、ここでは私のチェーンステッチで始めました。そして私はすぐに 1,2,3,4,5,6 の最高のステッチを編みました。次にアササビチェーンを作り、全体を反転させ、反対側から戻していく。それは動き始めました。それがトリックです。まあ、2番目の固定された感じちゃお。今それ以外の、それではどうもありがとうございます。そして6番、それについて一度言いますが、それはうまく機能しますが、私は確かにまた大きな鍵芯をすやって噛むこともあります。それは今ヘッドバンドにとってとても良いので、それは非常にコンパクトになりますが、それは羊毛のためにも静かになる可能性があります。それは銃の鍵マシカミシンでなければなりません。あなたは私が繰り落ちたのを見ただろう。それはすでに、それは比較的コンパクトです。それではパチンを戻しましょう。シンプル。
そして私はすでに最後の固定ステッチであるルッツの固定ステッチに戻っています。アタシエあたり見ての通り全体がとてもカラフルで美しいネオンのように淡いています。私は今もう少し続けて発掘します。そしてすぐにアップデートを提供します。私は約 20cm 青にまた会おうと思います。私はあなたにそれを少し見せます。全体の見た目、これがイジェクトボタンです。現在はセンチメートルにより行動しています。1からではなく6から始まるので、私は実際にはここから10で測定を始めています。そして私たちはここにいます。早木は実際にすでに5センチメートルです。そしてここにまた私がいます。だからあなたが見るように私は10センチメートルからここで再び測定を始めます。それは一周します。それに私は約31日に到達しました。だから私の良い視覚は本当に約20センチ見せ、私がこれまでに与えたものです。これはとても興味深いですが、私たちはここに少しだけカラプリング効果を持っています。ダリの部分は常に早めに上がり、その間にオレンジが上がります。ピンクで最後に強すぎる、私たちは完全なダイヤモンドパターンはここにないが、確かにいくつかの構造が形成されている、とても可愛い。そして私は今おおよそまだこれを持っている。ここにはダブルフォームトラベルがあり、 CE はすでに外しています。なぜなら私は本当に外部から変でいるからです。それを少しここで混がしています。そして私はこれからもしっかりとしたステッチ発射を続けます。そして、はい、今私は参加していますか。アップデートして一度測定します。言ったように私は再び10センチメートルから始めます。本当に欲しい長さを得るためには60センチメートル以上必要です。私はちょうど60です。つまり私はもう一つの列を追加します。そして私が実際にそこに連れて行くので、今すぐあなたを連れて行きます。今ここに来ます。もう一度やってみてください。上にアルプをつけてください。次の向きを変えて、そして交代します。それは良いですね。一つ、さよなら。そしてバービーセッカスン。したがって私たちはここで私が望んだ長さ50センチメートル以上を持っています。そして今私は両方の面を一緒に絡んでいます。そのため私はこれをこのように置きます。そして私がここで布側の作業スレッドにいること、ちなみにロールはほとんど残っていません。計算が非常に正確でした。そしてもう一度チェーンを取ります。ここから刺します。そして全体をはみます。非常に簡単でシンプルにここに刺す。そしてそれぞれのステッチに一度、そしてただ一緒に貼り付ける。ここでは全体が非常にコンパクトで非常に密接に見えます。そして最後のステッチをもう一度。それで私は終わりです。ここを一度通して、ここに学級乗車があります。曲がったエリア、それはすぐにヘッドバンドの内部にあります。私はここで今私が持っているループを大きく引っ張ります。それによって全体がスリップすることはありません。私は目を切ります。それを完全に引き出し、ここに終わりと始まりがあります。そしてそれは今私が非常に便利に発表できます。もちろんそれらが異なる側にある可能性もあります。その場合はそれをすることはできません。それらは非常に普通に簡単にチリ除去されます。ここでは言ったように一緒に編み上げられたエリア、始めと終わりはまだ貼り付けられています。私は今全体を反対側に回してみます。私はそれをラウンドにしたことがあります。そしてここでは当然後頭部で作用されることが多いくずい目がほとんど目立たない。言った通り2つのサーヌは貼り込まれ、それによってヘッドバンドが完成します。もちろん見るべきものは全て素晴らしいです。
しっかりと。私の手は本当にここを通過しないようです。したがって微妙はない。全体は本当にそれによってしっかりとなさまり、もちろんこのガイドがまた皆さんに楽しさをもたらしたことを願っています。手に置いて購読してベルを鳴らして、次回もまた素晴らしいウルでお会いしましょう。それではさようなら。